髪に栄養を与え強くするスムージー5種。髪の毛につけるものだけに頼っていては、髪の毛を活性化させて、美しさを取り戻すことはできません。効果があるのは確かですが、栄養を中から与えてあげることも、とても大切です。トリートメントなど、外から髪の毛をケアすることが普通になってしまいましたが、 十分な栄養を与えて、強くて、切れにくく、健康的な髪の毛を維持するためには、食材が持つ成分を中から与えてあげることが重要です。ですから、髪の毛を強くしてくれ、健康的な成長を促す栄養素をそう思った食べ物を知ることが、とても大切です。そんな食べ物の中で、今日は果物と野菜を使った5種類のスムージーを紹介します。 髪の毛に光沢と強さを与えてくれる栄養素が詰まっています。ぜひ試してみてくださいね。食生活に取り入れましょう。1、ほうれん草、レタス、りんごのスムージー。この緑色の美味しいスムージーは、食べ物繊維、アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含み、ダメージを受けた髪に良い効果があります。 カロリーが低く、消化を邪魔せず、さらに髪の毛のデトックスに最適です。材料、ほうれん草の葉、6枚、レタスの葉、3枚、青りんご、1個、水、コップ1月2日杯、100メートル L、作り方、最初に、野菜の葉をよく洗い、ブレンダーに入れます。次に、りんごを小さく切って、ブレンダーに加え、 コップに半分の水を入れて混ぜ合わせます。滑らかな飲み物になるまでブレンドしましょう。飲み方、毎日、空腹時に飲むようにしましょう。2、オレンジ、グレープフルーツ、ブルーベリースムージー。この柑橘系の美味しいスムージーは初の毛の成長に悩む方や、抜け毛に悩む方に特におすすめです。 髪の毛穴を強くし、頭皮の血流をよく保つのに欠かせない栄養素がたくさん含まれています。材料、オレンジ、4個、グレープフルーツ、3個、ブルーベリー、2粒、作り方、グレープフルーツとオレンジをジュースにします。それをブレンダーに入れて、ブルーベリーを加えてブレンドします。飲み方。 朝食と昼食の間に飲むようにしましょう。最低でも週3回飲んでください。3. 人参、アルファルファ、レタスのスムージー。この栄養価の高いスムージーには、ベータカロチン、アミノ酸、鉄が多く含まれており、貧血が原因の薄毛を解消してくれます。材料、人参、5本、アルファルファの葉、2枚。 レタスの葉、4枚、作り方、人参でジュースを作ります。それをブレンダーに加え、アルファルファとレタスを加えブレンドします。飲み方、朝食と昼食の間に飲んでください。2から3週間続けて飲みましょう。4、アルファルファ、アロエベラ、ピーマンのスムージー。このスムージーには、 毛細血管の働きを向上させる、アラガ酸化成分、プロテイン、ヘルシーな油分を含む材料が組み合わされています。血中に蓄積された毒素が原因の、抜け毛や髪の乾燥をこのスムージーで対処しましょう。材料、アルファルファの目、大さじ2、5G、アロエベラの液、1月2日カップ、125メートル L、ピーマン、大さじ 5G、 ビールコーボ、大さじ 5G、水、コップ1杯、200メートル L 蜂蜜、大さじ 25G、レモン汁、1月2日コップン、作り方、まず、アルファルファの芽とアロエベラの液、ビールコーボ、ピーマンをブレンダーに入れて混ぜ合わせます。そこに、水を加えて薄くし、滑らかになるまでブレンドします。混ざったら、 蜂蜜とレモン汁を加えましょう。出来上がったらできるだけすぐに飲んでください。飲み方、空腹時、または朝食と昼食の間に、少しの量を押すするように飲みましょう。週に最低でも3回は飲むようにしてください。5、リンゴ、人参、オレンジのスムージー。この栄養価の高いスムージーには、 有利元や太陽の光でダメージを受けた髪の毛の修復を助けてくれるアラガ酸化成分が含まれています。このスムージーを定期的に飲むことで毒素を排出し、コラーゲンとケラチンの合成を促し、髪の毛を強くしてくれます。こちらもお読みください。人参に秘められた健康成分と効果。材料、リンゴ3つ、オレンジの果汁。 オレンジ3コップ、人参3本、水、コップ1月2日杯、100メートル L、作り方、リンゴを洗い、適当な大きさに切り、ブレンダーに入れます。オレンジ果汁を取り出し、人参を適当な大きさに切ります。すべてをブレンダーに入れて、水を加え、数秒ブレンドします。滑らかになったら、こさずにそのまま飲みましょう。 飲み方、空腹時に飲むようにし、週に最低でも3回飲んでください。乾燥して髪の毛が傷んでいませんかカラーなどの処置で抜け毛に悩んでいませんか今日紹介したスムージーをぜひ試してみてください。髪の毛に栄養を与えて、強い髪を取り戻しましょう。